はい、どうも皆さんこんにちは。ピピンエピ生き物チャンネルです。今日は、自作ケージをゼロから作るプロジェクトの続きなんですが、もうだいぶ終盤に差し掛かってまいりました。でですね、今日やるのはですね、映ってるところなんですが、このですね、そこに板をですね、OSB 材を、引くんですが、引く予定なんですが、少しですね歪みがあるということで、少し補強をねしようかなと思います。一応、1x4 ですね、 1x4 ですね、 1x4 の、材を、この下にですね4つ、くっつけて、ここがね開いちゃってるんで、この隙間がですね、この隙間が開くんで、これをギュッとここで締めようと思います。はい。で、その上に、その上にですね OSB 材を引いてみようと思います。直接あれだとね、ちょっと防水とかを考えてないので、直接だとなんかこうあれかな、隙間が空いてた方がいいかなと思ったんで、ちょっとこういう構造を考えました。はい、なのでちょっとこれやっていきます。できました。下はねまず固定しました。こうやって、でこの隙間はですねだいぶなくなったみたいですが、まあやっぱりね、こういう感じで出ますね、素人だと。でこの上からですね、OSB 材をちょっと乗っけていこうと思います。これまさかの。クソアホ出ましたね。これ OSB 材が入らないっすね。あ、これ入んねえわ。うわ、ちょっとやったな、これな。これやりましたね。入れて下打たなきゃいけなかったか。やったな。ちょっと急遽ですね、ここと、ここ一旦外します。はい、 OSB 材が下まで降りてきました。これであとはですね、ぴったりと下に付けばいいんですが、後ろから見るとですね、隙間がこう空いてますね。前の方に傾斜がついた形になります。ちょっとちゃんとはめようと思ったんですが、まあこれはこれでいいかなと思ってます。まあ、はまれば はめたいけど、どうしようかな。
はい、ちょっとですね、ハンマーとかで叩いてこれぐらいまで、ぴっちりとはまるようになりました。これでいいでしょうね、これでいいと思います。よいしょ、 OK です。とりあえず OK、 やりました。ここまで長かった。こんな感じになりました。防水加工はしてませんけど、まあ大丈夫でしょう。いや長かったな、それ長いか。でですね、ガラスも届いたんで、ちょっとガラスは次の動画にしようと思いますんで、気になる方いましたらアップしましたら見ていただけるとありがたいと思います。では今日はこの辺で、また次の動画でお会いいたしましょう。